ジョーン・ジェットはアメリカ合衆国出身のシンガーソングライター、ミュージシャン、女優。ガールズバンドザ・ランナウェイズや主催するジョーン・ジェットザ・ブラックハーツとしての活動で知られる。2015年に同名義でロックの殿堂入り。聖域はメゾソプラノである。彼女の音楽は同じフィラデルフィア出身の多くのロックバンドに共通して見られる。 鋭く激しいビートに色濃く影響されている。歌詞は、多くの場合、失われた愛、不誠実への批判、アメリカ労働者階級の戦いと不屈の意志、真実の探求を描いている。ペンシルベニア州フィラデルフィアの郊外をインウッドのランケナウ病院で生まれた。1967年にメリーランド州フィートンに移り、さらにカリフォルニア州ロサンゼルスに転居し、 ウッドランドヒルズのタフト高校に通った。ジョーン・ジェットは、ドラマーのサンディ・ウェストと共にザ・ランナ・ウェイズの、創立メンバーの一人である。マイケル・スティール、ジャッキー・フォックス、リタ・フォード、シェリー・カーリーの加入により、全メンバーが揃った。最初はカーリーが、バンドの岩盤ボーカリストとなり、ジェットも何曲か、リードボーカルを務めた。リズムギターを担当し、 多くの曲を単独で、あるいはフォード、ウエスト、カーリーと共作で書いた。彼女たちは5枚の LP をレコーディングした。また、日本でのライブ版は、アメリカとイギリスの音楽史上、最大の輸入版セールスを記録したレコードの一つになっている。バンドは、世界中をツアーした。初期には、チープトリック、バンヘーレン、トム・ペティザ・ハート・ブレイカーズなどと組むこともあった。 特に日本では大きな成功を収めた。ザランナウェイズはヨーロッパ、アジア、オーストラリア、カナダ、南米で人気を博したが、アメリカ、本国では同様の成功を得ることはできなかった。カーリーとフォックスが脱退した後も、もう2枚のアルバム、ウェイティン、フォーザナイトと、アンドナウ、ザランナウェイズを発売したが、バンドは1979年の春に解散。直後に、 ジェットは、ジャームスの最初にして、唯一のスタジオアルバムをプロデュースしている。1979年の春、ジェットはイングランドで、ソロとしての実績を積み重ねていた。この時期、彼女は元セックスピストルズのポール・クック、スティーブ・ジョーンズと共に3曲レコーディングしている。そのうちの1曲は元々ジアローズの曲であった、I Love Rock'n'Roll のカバーの初期バージョンだった。 同年の後半、ニューヨークのロングビーチ、さらにロサンゼルスに移り、ランナウェイズとしての契約に基づき、バンドの活動をした時期とした、映画、We Are All Crazy Now に、旧メンバーの代わりを演じる三人の女優と共に、気が進まないながらも出演した。この間に、ジェットは、映画のサウンドトラックを手伝ったソングライターで、プロデューサーのケニー・ラグナと友人となり、 一緒に仕事をすることになった。撮影は途中で打ち切られたが、ジェットが大スターとなった後の1984年、プロデューサーたちは、不完全な映画のシーンを活かす方法を模索した。ジェットのわずかな登場シーンが使われた新しい作品、アラン・サックス監督による、ジョーン・ジェットの爆裂ムービーは、通常の商業ベースでは公開されないアングラ映画だった。 ジェットとラグナはラグナの提唱によりザフーのランポートスタジオに入った。ジェットが自身の名を冠したソロデビュー版は1980年5月17日ヨーロッパでリリースされた。アルバムはアメリカ合衆国では23の主要レーベルから拒絶反応を示されたためラグナが娘の大学進学用に貯めていた資金で始めた新しい自主レーベル。 ブラックハートレコーズからリリースした。ラグナは、我々は自身でレコードを作る他に何も考えが、浮かばなかったので、ブラックハートレコーズが誕生した。これはおおむね、ジョーンの発案だったと回想している。ジェットは偶然にも自身のレーベルを始めた初の、女性ミュージシャンになった。ザ・ブラックハーツのロゴ1980年代、ノルウェー公演ジェットは、ラグナの助けを借りて、 ザ・ブラック・ハーツを結成した。彼女は LA ウィークリーに3人の生かした男を探しているという広告を出した。X のジョン・デュがロサンゼルスの s i r スタジオで開かれたベースのオーディションに審査員として参加した。彼は最近のお気に入りである地元のベーシストゲイリー・ライアンの名を挙げた。ライアンはロサンゼルスのパンクシーンにおいて不可欠の存在で、 地元のアーティストのトップジミーやリック・エルリックと演奏していた。彼はランナウェイズとジェットの長年の大ファンであった。ジェットはオーディションでライアンを評価し彼の加入が決まった。ゲイリーは当時リック・エルリックのメンバーだったギタリストのエリック・アンベルを推薦した。初代ブラックハーツに最後に加入したのは悪名高いサンフランシスコのバンドジ・アベンジャーズの元メンバー。 ドラマーのダニー・フューリアス・オブライエンであった。このメンバーで、ハリウッドのゴールデンベアとウィスキーやゴーゴーで何度か、ギグを行った後、初のヨーロッパツアーに向かった。オランダで広範囲な演奏旅行を繰り広げ、ロンドンのマーキーなどイングランドの要所でショーを行った。ジェット、ライアン、アンベルはアメリカに戻ると同時に、ニューヨークのロングビーチに移ったが、オブライエンは、他のことに興味を惹かれ、 イングランドに残った。オーディションにより、ボーイフレンズとシルベイにシルベインの元メンバーだったリー・クリスタルが新しいドラマーとして加わった。ジョーン・ジェットザ・ブラック・ハーツはアメリカ全土をツアーし、ニューヨークで多くのファンを獲得した。ジェット・トラグナはすぐに個人の貯蓄をはたいて、ジョーン・ジェットのアルバムをプレスし、自主配布のシステムを作り上げた。 時には、コンサート終了後に、ラグナのキャデラックのトランクからアルバムを売りさばいた。ラグナは、ジェットのアルバムの需要についていけなくなっていた。最後には、旧友で、カサブランカレコーズの創設者であるニール・ボガートの、協力を仰ぎ、共同事業を起こした。新しいレーベル、ボードオークレコーズとジェットは、契約を結び、ファーストアルバム、ジョーン・ジェットは、 バッドレピューテーションとして再発売された。その年末にザ・ブラックハーツはアルバム I Love Rock'n'Roll をレコーディングした。レコーディング中にギタリストがアンベルから地元のリッキーバードに変わった。アンベルは後にデル・ローズの創立メンバーとして成功し、さらに足したよなバンドのプロデューサーとして働いた。彼は現在自身のバンドザ・ヤイ・フーズでプレイし、 2000年から2005年までは、スティーブ・アールのバンド、デュークスのメンバーであった。バードをギターに迎え、ジョーン・ジェットザ・ブラック・ハーツのヒットアルバムは収録された。ニューシングルは、タイトル曲、I Love Rock ー n Roll の再録だった。この曲は1982年前半に7週間ビルボードヒットチャートのトップを飾った。2008年のビルボード50周年記念に、 公表されたオールタイムトップソングでも56位にランクされている。それに続くシングルトミー・ジェームスザ・ションデルズのカバークリムズンとクローバーも全米7位を記録。アメリカントップ40もこれに続きポリス、クイーン、エアロスミスたちと大同したツアーはソールドアウトとなった。ジェットは1969年ルーマニアのブラッドスウェットティアーズに続き あらゆるジャンルを含めて、鉄のカーテンを越えて演じた二人目のアメリカ人となった。彼女は、パナマと、ドミニカ共和国でプレーした、最初の英語圏ロッカーの一人でもある。自身の MTV 大晦日スペシャルを受けた後、ジェットは、多くのライバルを尻目に、マイケル・ J ・フォックスの主演映画、愛と栄光への日々への出演を勝ち取った。ブルース・スプリングスティーンは、ジェットのために、 主題歌を書いた。彼女の演技は高く評価された。この頃、ライアンとクリスタルがザ・ブラック・ハーツを去っている。彼らが抜けた穴はトミー・プライスとカシム・サルトンの強力なリズムセクションによりすぐに埋められた。同年の後半、ジェットはビーチボーイズ、シュガーヒル・ギャング、ダーレン・ラブが参加したアルバムグッド・ミュージックをリリースした。ジョーン・ジェット ザ・ブラック・ハーツは、ブロードウェイのラント・フォンタン劇場でコンサートを開いた、最初のロックバンドとなり、当時のチケット完売最短記録を破った。次のアルバム、アップユ p アーレイは、アメリカで、プラチナムディスクを獲得し、続く、雨を見た回は、カバー曲を集めたアルバムであった。この間、アリス・クーパーの1989年のアルバム、トラッシュに収録されている。 ハウスオブファイアを共同執筆した。ザリプレイスメンツのポール・ウェスターバーグが参加した1991年発売のアルバムノトリアスを最後にジェットは CBS ソニーからワーナーブラザースレコードに移籍した。この時期にリリースされたジェットとウェスターバーグ共演の CD シングルレッツ・ドゥ・イットは映画 タンクガールのサウンドトラックとして使用されている。1993年、ジェットとラグナは自身のブラックハートレーベルの様々な曲を編集したコンピレーションアルバムフラッシュバックをリリースした。ジェットは自身のデビュー前にいくつかのバンドをプロデュースし、ブラックハートレーベルからスラッシュメタルバンド、メタルチャーチやラッパー、ビッグ・ダ・ディケインなど、 様々なアーティストのレコードをリリースしている。マスコミはジェットを、パンクのゴッドマザー、元祖ライオットガールと剣伝した。1994年、ベイブズ・イン・トイランドのキャット・ビエランド、L7 のドニータ・スパークス、ビキニ・キルのキャサリーン・ファンナと共作した曲が収録された評価の高かったアルバム、ピュアシンプル・オリー・ディース。スポーツファンで、スポーツ界に、 積極的に関わってきた。メアリー・タイラームはショーのテーマソングをカバーした、ラブ・イズ・オール・アラウンドは、女性スポーツを象徴する歌となり、未発売曲、アンフィニッシュとビジネスと、同じく、NCWA ・ウーマンズ・ファイナル・フォー・チャンピオンシップの、プロモートに用いられた。ラブ・イズ・オール・アラウンドは、ラジオで流され続け、CD の助けを借りずにリクエストナンバーワンの曲になった。 ESPN の X ゲームズ初回にテーマソングを提供し、その後すべてのゲームズに曲を提供している。ボルチモアウリオールズのカルリプケンジュニアの要請を受け、彼がルー・ゲイリッグの連続試合出場記録に並んだ試合で国歌を歌った。NBC の NFL 中継 NBC サンデーナイトフットボールのテーマソングとして、 I hate myself for loving you の歌詞をアレンジした、Waiting All Day for Sunday Night が2006年の放送開始から使用されている。ただし、歌は、ジェット本人ではなく、2006年は PNK、2007年から2012年までは、Face Hill が歌っていた。2013年からキャリー・アンダーウッドが歌っているが、2019年からは、ジェットとのコラボになっている。 銀幕デビューは、1981年の、ライブコンサートフィルム、U A Music o ・ A ・ミュージック・オーで、ニューヨーク市のロッククラブ、リッツにおいて、ブラックハーツと共に、バッドレピューテーションを演奏している。女優としてのスクリーンデビューは、1987年、ジーナ・ローランズや、マイケル・ジェイ・フォックスと共演した、ポール・シュレーダー監督の、愛と栄光への日々である。また、迫撃や、 ザ・ソイートライフなどの独立系映画に出演している。1990年代には、シチュエーションコメディテレビシリーズ、エレンに出演し、主題歌を歌った。またテレビシリーズ、暗黒の戦士、ハイランダーにゲスト出演した。2000年、ジェットは、ブロードウェイ舞台劇版の、ロッキーホラーショーに、コロンビア役で出演した。2001年、テレビシリーズ、 炎のテキサスレンジャーに出演。元 CIA 職員で、ウォーカーとアレックスを殺害するために雇われた暗殺者を演じた。2002年、男役レズビアンの映画、バイフック・オア・バイ・クルックに、マスコミからインタビューされる役で出演した。女性編士役の一場面2000年から2003年まで、映画制作初心者とインディーズ映画産業をサポートし、新作映画と、 短編ビデオを紹介する番組、メリーランド公共テレビのインディペンデントアイの司会を務めた。2005年、スティーブ・バンザントに招かれ、シリウスサテライトラジオのバンザントアンダーグラウンド、ガレージラジオチャンネルで彼女自身のラジオ番組の司会を務めた。ジョーン・ジェット、S ラジオレボリューションと名付けられた4時間の番組は、毎週土曜と日曜に放送された。 番組は2008年6月に中止される直前、シリウス25からシリウス28へ移った。ジェットが、ポール、ポールジュニア、マイケルのタトル一家と共に出演したビデオが、2007年1月14日に、ザ・ラーニングチャンネルの番組、アメリカン・チョッパーで放送された。このビデオのメイキングが2007年2月22日の、ザ・ラーニングチャンネルの番組で放送された。 2008年には、ダーレンリン・バウズマイン監督の、レポ、レポ、およびジミー・キンメルのビデオ、アイ・アイム・ファッキング・ベン・アフレックに仮名を出演している。また、同年7月には、テレビシリーズ、ロー・アンド・オーダー、犯罪心理捜査班のエピソード、リユニオンに出演した。U.S. シアトル・公演ジェットは1992年に、サーカス・ループスのために、 そして再度1994年にはビキニキルのためにプロデューサー業に帰り咲いた。これらのレコーディングでは演奏とバックボーカルでも参加した。ビキニキルを代表格とするライオットガールムーブメントは1990年代に始まり、これらの女性の多くがお手本として創造的刺激を与えた人物としてジェットをクレジットした。ライオットガールバンドの一つ、 ブラッドモバイルはジェットに敬意を表して、ジェリーボムをカバーした。1990年代後半、ジェットは、パンクバンド、ギッツのメンバーと仕事をした。リードボーカルで作詞家であったミサパタは1993年に、強姦され、殺されていた。共同作業の成果は、LP、イーブル・スティグと、シングル、ボブに結実し、この売上は、 サパタ殺害犯の捜査資金として寄付された。バンドとジェットはテレビ番組アメリカズ・モスト・オンテッドに出演し視聴者に情報提供を訴えた。事件は2004年にサパタ殺害犯ジーザス・メズキュヤが有罪判決を下され解決した。US ・キリン公園2004年。 ジェット・トラグナは彼らと契約後にワープドツアーで人気となった女性パンクトリオ、アイライナーズの4枚目のアルバム、ノー・アポロジーズをプロデュースし、ブラックハートレーベルからリリースした。ジェットは、中の1曲、デストロイで客演し、ミュージックビデオにも仮名を出演している。同年、ジョーン・ジェットザ・ブラックハーツは、約10年ぶりとなるアルバム、ネイキッドをジェット自身のレーベル。 ブラックハートレコーズからリリースした。2005年12月19日、ジェットはニューヨークのマディソンスクエアガーデンでトランスシベリアンオーケストラと共にアイラブロックンロールを演奏した。2005年、ジェットはクリーブランドのパンクロックバンドバカンシーズを見出した。彼女とラグナはバンドと契約し、彼らのセカンドアルバム A ビーミッシングはイサイレンスアディッドと 2007年のサードアルバム、タントラムをプロデュースした。マーキー・ラモーンの2006年のソロアルバム、スタート・オブ・ザ・センチュリーの一曲、ドン・とブレイム・メにゲストアーティストとして参加している。同年、ピーチズのアルバム、イン・ピーチ・マイ・ブッシュでも、ボーイズ・オン・トゥ・ビー・イ・ハート、ユー・ラブ・イットの2曲で、ゲストボーカリストとして参加した。また、ハート・アタックスの2006年のアルバム、 ヘルバウンドハートレスでは、ティアシュテーンド・レターズで、チェイス・ノールズとデュエットしている。US グランドアイランド公演カナダ・オタワ公演2006年6月、ジョーン・ジェットは、自身のレーベル、ブラック・ハート・レコーズから、新しいアルバム、シナーを発売した。アルバムをプロモートするため、バンドは2006年のワープドツアーに出演し、イーグルス・オブ・デス・メタルと共に、 2006年秋のツアーに取り掛かった。2007年6月、ジョーン・ジェットザ・ブラック・ハーツは、マイアミのドルフィン・スタジアムで、フロリダ・マーリンズの試合後に演奏した。2007年7月4日、ニューメキシコ州アルバカーキで、アメリカ独立記念日に、毎年恒例で行われる屋外イベントにおいて、推定6万5000人の出席者を前にして、主役を務めた。 2007年11月、モーターヘッド、アリス・クーパーと共にイギリスアリーナツアーに出演。エアロスミスの2007ワールドツアーにおけるアメリカでの8回の公演ではオープニングを務めた。2008年3月10日、デイブ・クラーク5のロックの電動入り記念式典で、ジェットは、プログラムの締めくくりとして、DC5 の1964年のヒット曲、ビッツピーシーズを演奏した。 彼女の紹介は、俳優のトム・ハンクスが行った。同年夏、ジョーン・ジェットザ・ブラック・ハーツは、シンディ・ローパーによる、トゥルー・カラーズ・ツアー2008に何日間か出演した。8月にはデフ・レパードの前座を務めた。2008年末のローリング・ストーンによるインタビューで、ジェットは2009年に2曲の新曲を含む、グレーテスト・ヒッツ・アルバムをリリースする予定であると、語った。 ありがとうございます。